JR 四国は今日、現在解体工事中の高知市本町3丁目の高知新聞旧本社跡に2028年秋、アメリカに本社を置く高級ホテルチェーンマリオットインターナショナルのコートヤードバイマリオット高知をオープンさせると発表しました。今年3月に高知新聞社と長期借地契約を結んだもので、 JR 四国はホテルの建物を所有、運営を委託する東京の会社がコートヤードバイマリオットとフランチャイズ契約を結びます。マリオット高知は地上14階建てで、客室数は210室を予定し、ミーティングルームや宿泊者が利用できる最新のフィットネスジムなども備わっているということです。マリオットは現在国内に8つのホテルを展開中で、四国では高知が初めてとなります。 JR 四国はインバウンドのレジャー客やファミリー層などが多く宿泊できるような施設を目指しているということです。